将棋の最年少棋士、藤井聡太七段、17、が29日、大阪市の関西将棋会館で指された棋聖戦の決勝トーナメント1回戦で斉藤慎太郎八段、26、に93手で勝利。史上最年少タイトル挑戦までマジック3とした。過去の対戦成績は2勝2敗の5分。控え切ってのイケメンとして知られる斉藤は過去に王座を獲得したことがあり、順位戦では A 級昇級を決めている実力派。そんな相手に着実にリードを広げ、危なげなく押し切った。7月19日に18歳になる前に、屋敷伸之九段、48、の持つタイトル挑戦の最年少記録、17歳10ヶ月、を更新する可能性が唯一残されているのが、タイトルを争う5番勝負が例年6月上旬に始まるこの棋聖戦。次の準々決勝、対局日未定、では菅井竜也八段、27、行方尚史九段、46、戦の勝者と対戦する。